声入っちゃうよ。かわいい。顔が歪んでてかわいい。先月届いたこのふわふわソファー、会見春へのお気に入りの場所となりまして、毎日このように寝っ転がるようになったんですが、柴犬豆がこのように近づくと絶対に近寄らせませんでした。豆も春江が怒ることを理解したのか、自らソファーに座ることはせず、定位置はいつもソファーの横。春江がいるときはもちろんのこと、春江がいないときでも決して上に上がりません。春への教育、恐るべし。試しにベッドの下にソファーを置いてみても、結果は同じでした。人間の感覚だと春江は意地悪をしているようで、かわいそうだから豆も乗せてあげてとついつい言いたくなりますが、実は春江のこの行動は決して意地悪だけで怒ってるんではないんです。というのも、以前も同じようなことがありまして、去年の夏に新しく購入したカーペットを敷いたところ、豆が侵入するとまるでヤンキーのように絡む春江。その時も縄張りを荒らすなと言いたいのかなと思いましたが、春江が怒る原因はそれだけではなかったんです。そう、春江が怒ったのは、豆が新しいものにいたずらをしてしまうから。この時もしばらくこの場所に入ることを許しませんでした。この時は無理やり豆をいいよいいよと侵入させたせいで、ガチ喧嘩にも発展してしまったことがあるので、今回は春江の気持ちを汲んであげて、春江が納得するまで待ってあげようということで見守ることにしました。ソファーの上でなければ仲良く寝転ぶ春豆、焦らなくてもきっと大丈夫。そうして約1ヶ月が過ぎた頃、ん?乗ってる?どうかな?判定的にはね、ギリ乗ってないかな?あ、うん、どうだろう、乗ってる?乗ってるになるか、乗ってるか。なんだその足。よし、ちょっとパパゆっくり手だけで、じゃあそっちじゃない。そう、ん、その座り方がお姉座りというかおもろい。豆がパパのところに行くのはこの家族の中で唯一春が多分反抗できない人だからだと思う。守ってもらえるって分かってんじゃない?あ、豆が。そう。あ、パパのとこに甘えれば。そう。パパのとこにいれば、そう。春江が怒らないって学習してんじゃないかな。多分だけど。結果的に豆が俺に懐く結果になっちゃった。うん。守ってくだちゃいってことじゃない?俺の一番強い人のそばにいれば。それ以上怒られないで済むみたいな感じ。いい顔してる。うん。私がそこで寝てて、豆が来ると春怒るんだよ。実は。多分パパが寝転がって近寄っても春は怒んないから、それで。そうなんじゃないかな。いいし。
ちょっと警戒してる。お姉ちゃんに怒られるんじゃないかと。緊張して役に。だから、パパのそばだよ、パパのそばだよって。パパ言うからね。そう、パパ言うから。怒んないでってやってる。自分から行くんかい。あ、そう、どうになった。うん、パパいるからね。ああ、ワンプロ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 。すごい、でも春がすごい優しい。いつもより優しい。ああ、歯が結構当たってる。本人でも気にしてないね。ああ。持ちつきみたいになってる。春江がこの家で絶対逆らえないパパが豆とこのソファーで一緒に寝たことで、豆がソファーの上に乗っても怒らなくなりました。この徹底した上下関係、さすがです。ありがとう、優しい。ありがとう、許してくれたの。ありがとうね。豆よかったね。豆、ここについに許してもらえたの。よかった。ねえ、気持ちいいだろ、ここ、うん、今度は2人でそこに寝転がってくれると嬉しいな。今では交互に2人でソファに乗るようになりまして、先日ついに2人一緒に寝転がっておりました。1ヶ月待ったことで豆もソファにはいたずらしなくなり、ボスであるパパが許したことで春江も豆を許すきっかけができたようで、これから2人が仲良く寝ている姿をたくさん見れるかなとワクワクが止まりません。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。